賞状優秀賞菅野部古源小学校大山優香殿が同じ文章でありました。よく頑張りました。おめでとうございます。学年とお名前を教えてください。5年3組のウラリア部です。はい、今回は何の部で受賞されましたか？平和に関する図画の部です。はい、図画の部で、表彰を受けたということなんですけども、受賞されて今の気持ちはどうですか？初めて賞を取ることで嬉しいですはい、今回、作品を作成するにあたって、頑張ったところはどこですか？細かいところ、色を塗るところを頑張りました。はい、さまざま頑張ったところがあると思うんですけども、今回テーマが平和ということなんですけども、平和とはどういうイメージですか？戦争が起きないように、はい、いろんな国が協力することに、はい、で協力して仲良くなっていい欲しいからです。はい、学年とお名前を教えてください。3年3組の山田純介です。はい、純介あっち向こうね今回何の部で受賞されましたか？僕がご飯を作ってる絵です。ご飯を作ってる絵ですか？はい、はい。まあ、受賞されて今の気持ちってどうですか？今回で2回目なので嬉しいと思います。2回目なんですか？はい、はい、今回平和というテーマに沿って作品を仕上げたと思うんですけども、平和ってどう思いますか？家族がご飯を食べている絵です。いいですねはい、ありがとうございます。はい、学年とお名前を教えてください。6年の波平ルアです。はい、ルアさん、今回何の部で受賞されましたか？平和に関する図画の部です。はい、受賞されて今の気持ちお聞かせください。嬉しいですで今回作品を作成するにあたって頑張ったところはどこですか？色を塗るところです。はい、ルアさんにとって平和とはどういうイメージですか？喧嘩のしないのが平和だと思います。自己紹介、学年とお名前を教えてください。牧場メイカーです。はい、受賞されて今の気持ち聞かせて。嬉しい、ね、嬉しいで今回、絵を描いたということなんですけども、頑張った部分ってどこですか？細かく塗るところが、うん、難しかった。メイカちゃんにとって今回テーマが平和っていう、テーマでね、絵を描いたと思うんですけども、メイカちゃんにとって平和とはどんな感じですか？平和だなと思います。はい、メイカちゃんありがとうございました。はい、最後に行きましょうね。学年と、お名前を教えてください。6年3組の古源瑞希です。はい、今回は何の部で受賞されましたか？平和に関する図画の部です。はい、受賞されて今の気持ちを聞かせください。教育長賞という大きな賞を初めて受賞できて嬉しいです。はい、教育長賞ですか？はい、はい、今回作成を、作品を作成するにあたって頑張った部分ってどこですか？色をはっきり塗るように頑張りました。はい、はい、今回テーマが平和というテーマに沿って作品を仕上げたと思うんですけども、平和とはどういうイメージになりますか？みんなが仲良く笑っていることが平和だと思います。はい、分かりました。今回受賞、皆さんおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。